となります。ガストンヌーガ様とのコラボです。ありがとうございます。すごい素敵なリュックをいただきましてお気に入りです。で私は今何をしているかと言いますと、明日ですね、北陸電力さんのプレゼントの親子で楽しむサイエンスショーが開催されます。でこれが3年連続となりまして、なんと親子で600名様ご招待ということで、年内を締めくくるような本当に私にとってのとっても大事な日になっております。14時24分発ということで、今日は、サイエンスショーはどのようなルーティンで行っているのかとか、どんなものを持ち歩いているのかとかですね、その辺をお届けできればと思います。サイエンスショーの時は大体荷物が多くて、大体こんな感じでこれでももっと少ないと思うんですけれども、すでに会場には2箱ぐらい持ったものを送っています。で、これもすごく重いものを入れているんですが、こんな感じですごいふわふわしていて、とっても肩に、優しくてありがたいなと思いますし、あとこの肌触りがすごい良くて、なんかプルプルしていて、とっても気分が上がります。で、またカバンの中身とかは後でご紹介できればと思いますが、まずは、北陸に向かいたいと思います。ぜひサイエンスショーまでのルーティンを一緒に楽しんでください。それでは行ってきます。はい、無事に金沢に着きました。見えますか？すごい。で、今ホテルに着いたところなんですけれども、あまり私はこう着いてもどこかに食べに行ったりとか、どこかに出歩いたりとかほとんどせずにずっとホテルにいますというのも、私自身のサイエンスショーは自分で全部、その音楽もそうですし、実験器具も作っていますし、あと台本もそうですし、スライドもそうですし、基本的にその構成も全部自分で考えているので、その直前まで本当その機材の調整とか、あと台本のチェックしたりとか、台本変えたりとか、そこの調整を先方の方とやったりとかっていうのを、基本的には本当に夜遅くまで、あとその直前までずっとやっているような感じになります。なので本当に動画としてはすごくつまんなくて申し訳ないんですけれども基本的にはその会場の、ところに入るまではずっとホテルに引きこもって調整をしているような感じになります。はい、つまんなくてごめんなさい。でもちょうど石川県が今ちょっとお天気が荒れていまして、基本私晴れ女なんですけれども、ちょっと珍しく荒れていまして、でもその中で明日は300人がもうすでに満員ということなので、こう来ていただく方に楽しんでいただきたいなという思いで、直前まで調整を頑張りたいなと思います。それが自分自身が楽しいことでもあるので、そこに全力を費やして、この時間を過ごしていきたいなと思います。それでは今日はサイエンスショーの準備をしています。今日は7時入りとかですかね、会場に7時に入って、まずこれ全部家から持ってきたんですけどこれをすべて、チェックしたり、今回こんなね、ぶら下がり健康器とかも使っちゃったりして、準備をしているところです。で、今回は前日に入って、で朝準備みたいな感じなんですけど、そういうのは結構珍しくて、大体もうその日朝なんか6時ぐらいに新幹線乗って、でひたすら準備して、大体11時とかから始まって、また1時から始まってみたいなことが多いので、基本すごいバタバタしています
そうですね。今日は大きいですね。なんか本当コンサートみたいな感じですよね。すごい。じゃあちょっと頑張って液体を注いでいきたいと思います。ショーなんで、このカバンはですね、今リュックみたいにしてるんですけど、これつけて、実はこのもう一個ついてて、こことここに引っ掛けるとこういう感じで持ったりすることができるんですよ。で、私サイエンスショーの時はとにかく荷物が多くて両手塞がるので。まあ、こういうふうにいろんな形にできるっていうのはすごいありがたいなと思っています。こういう前のところにもポケットがあって、まあ、こことかには普通に財布とか鍵とかが入っているんですけれども、なんか取り出しやすいものがすぐここで取り出せるっていうのと、で後ろにもついてて、まあ、最近だとやっぱこういうふうにマスク入れたりとかで、中なんですけれども、ここのところに、まあ、パソコンが入っていて、で基本そのスライドも台本も構成案とかも、あの全部そういうのは全部、あと音変化、音の編集とかも全部自分でやっているので、それが常にいつでも修正できるようにここにあの持って歩けるのはすごいいいなと思って。あとは私結構手紙を書くのが好きで、こういう感じでお手紙セット毎回入っていて、その時に会った人とか、サイエンスショーを通してすごくお世話になった方々に、なんか残したいなって思いで、毎回手紙を書いてお送りするようにしています。そして、これすごい中たくさん入って、なんか薄く見えるんですけど、意外と厚みあるんですよ。とにかくね、たくさん入るんです。こういうガチな鏡を毎日持ち歩いてるんですけど、これここ押すとこういう風につくやつで、これちょっと汚いんですけど、まあこういう楽屋がすごい広い時はいいんですけど、私どこでもサイエンスショーやりますので、本当に道端とかもありますし、なんか本当にあの柱の裏にこう隠れて急に登場みたいなとかも全然あるので、そういう時にすぐになんか楽屋的な環境を作れるように、あのこういうのを持ち歩いています。あとはすごい緊張するので、まあ、こういういい香りのするものなんかすごいこう楽するって、自分のテンションの上がるものはショーの時はいつもこの辺に置いて、あいい香りだなって思ってから出るようにしています。あとはですね、まあ、実験をしてる時にその紙が落ちてきちゃうとやっぱり視界も遮られますし、手元も見えないですし、良くないので、髪をパシッとこう結ぶっていうのが、やっていまして、その時に、髪をこう、髪をペタペタ塗ると、こういう感じかな。こういう感じで塗ると、すごい密着して、めちゃめちゃいいっていうのが、サイエンスショー、踊りながらサイエンスショーする人の特徴だと思います。はい、あとはメイクローブ。大変たくさん入ります。あと歯ブラシ、あとよく言われるんですけど、話すときに粘着音がたまにするときがあって、そのピチャピチャっていう音、 YouTube とかでもたまに自分の気になるんですけど、まあ、それはねすごい気にしてて、マイクで拾っちゃうこともあるので、なんかこう常に口の中をなんかこう綺麗にして水飲んでみたいなことはやってます。水、これアエントケイソって書いてあるんですけど、あとこういう水を飲んでます。髪を洗うやつと
これ本当に大好きで、おいしいっていうのもありますし、なんか元気が出るんですよね、アンパンマン見るとなんかすごいテンションをこう0から100に一気に持っていかないといけないので、この時にこれアンパンマンの力を借りたりとか、音楽すごいかけたりとかして、ショーまでにこういう感じでテンションを持っていけるようにしてます。あとは、CD ですかね。あ、これ音源ですね、サイエンスショーの。で、その曲のどこの部分を使うとか、あとどれぐらいの音量でどれぐらいの長さ使うとかも全部自分で編集してやっていって、だいたいこの CD に焼いて、その音響さんに当日お渡ししてっていう感じが多いですねこれが大量にありますいろんな音楽が入ってる、はい、ショーの内容によってね、変えたりしてます。あと普通にアルコールとか、でもとにかくいっぱい入りますね。傘もあるし、充電器もあるしこれとにかく本当にたくさん入るんですよ。あとこのちっちゃいポケット、このちっちゃいポケットがあって、ここにすごい入って、で、あの本を科学選手右ネジのキャラの倒し方っていう本を出してから、すごいなんか本にサイン書いてくださいって言われることが増えたので、常にそのマジックを持ち歩いたり、ペンを持ち歩いたり、あとはお守りすごいですよ、うまくなるっていう思いがあってなんかすごいそういう道具とかに本当はね貼るみたいなんですけど、実験道具に貼ったので濡れちゃったりするから常に持ち歩いたりしてます。まあ、このちっちゃいポケットは何入れてもいいと思うんですけどね、アートシャリップとかも入ってますし、はい、そんな感じですかね。これもいいね、これもいけるし、あと色がいいですよね、やっぱ可愛いんだよね、この色って感じで。じゃあ本番いくよ。せーの、ミキセンネ。道具たちと私はこのまま東京に戻ります。じゃあまた、ありがとうございます。